予国伊予郡にその名が記載されている。全国で唯一、孔子のぶび、値大臣を包採する神社であり、産馬、乳母の祖神として、特に全国の助産師や教育関係者等の集計を集めている。境内には、村松塩子助産師検証会が建立した母子と助産師の日があり、 毎年3月8日にイベントが行われる。神門は16弁の菊と57の切りを用いている。霊祭日は毎年10月13日14日15日である。当社には固有の神話がいくつか残る。初代、神武天皇の父君にししはげんだてうがや吹き合えずの命が生まれる、祭の伝承である。彦こほほでみの命と豊玉たまびめ命とが仲むつまじく。 船で海を渡る際に、女神が急に三毛月近くの海岸で産屋を建てて、出産することになった。そこで、ウガヤで産屋を吹いてその中で出産するが、海から多くのカニが這い上がり産屋まで、入り大変な難産になった。豊玉美命が、孔子の部々与大臣と一心に唱えると、孔子の部々、与大臣が権限し、天の押し日の女命と、天主の部人命と、 天をし男命を使わされ、天使の武人命と、天をし男命には放棄を作ってカニを吐き飛べし、天の押し火の女命には産屋に入って、三場の役目をした。これにより初めは南山だったが安山し、産屋が吹き上がらないうちに無事男児を産むことができた。彦頬で身の命は、男児を、日誌派ゲン立てうがや吹き合えずの命と命名した。この神話から、当社の祭人は三場。 ウバの祖神、また、宝器の神として、多くの人々から数形されている。創始年代は不詳である。伊予国伊予軍にあって、南は山地や丘陵地帯、北は平野で水に恵まれ、早くから明けていたようで、大小の古墳群や大規模な祭祀遺跡、集落跡なども発掘されている。当社は古代より皇室の数形が厚く、出産の際には、 直視が左見されたと伝わる。伊予国風土記一文には、聖徳大使道後行刑の檻に伊予軍を巡ったとあり、当社に参詣して、信号変額を奉納した。奈良時代には、当社が開発領主となって、付近一帯を開墾して、神社の前を三千房、後ろを千房と称して、境内八丁余りに及び、広大な新域を形成していた。また、職の中には、 国府の役人を兼ねる者がおり、中央とも盛んに交流がなされ、伊予軍の文化的拠点ともなった。平安時代には、延長5年にまとめられた、縁起式巻き級、十二、国が祀る神社が記載されており、当社の名前も記された。また、伊予国神明朝にも載せられており、重視されていたことがわかる。さらに、肖像くらいの深海宝珠があり、 こううみのる名人とも称され、直詞、国詞がたびたび参考した。鎌倉時代には、孔子の部屋大は神谷八万宮と称して、武家の信仰を集め、特に、源の頼朝から幕府繁栄、安山の加護のため、神領七十六町を寄信された。また、神社の北東と南西にある、恵比寿支社では月三回の市が開かれ、多くの人々で賑わった。 社家は、王冠主、大宮寺を中心に、武士団を形成して、幕府御家人として活動し、朝廷にも重視された。南北朝時代には、南朝方に属して、南朝の交流のために尽くし、小村上天皇から、直視左小弁を使わされて、当時の官主、東米に、以下位、診療案土壌が授けられた。また、豪族、河の通経から、 心領や武具等の寄進があった。室町時代には、エビス支社で開かれていた下も月6回となり繁栄した。神社が座元となって、商人たちを保護して、伊予国内に留まらず、全国各地と交易を行った。その後、戦国時代に入り戦国大名の布告橋閉策により、心領を徐々に失い、商工業者は城下町に集められ、市は急速に衰退した。 江戸時代には、加藤義明をはじめがも歌だとも、九章や、歴代松山藩主の数形厚く、藩の祈祷書として安山、薬除け、五国法上、旧、祈り春等の祈願が行われ、松山藩鎮護の社、伊予郡総鎮守、総藤神の社として、藩主以下大館、王将や等が参列した。藩主等が施行した、藩主大館詰書が現存し、幕末まで、 半潮なりの間があった。また、全国で唯一公を押し火、値大臣を祭祀するゆえをもって、小一くらいの深海と、全国唯一者という称号等を、朝廷から送られたと言われる。なお、嘉永3年に上等された、松山城天守閣の牛木は、当社境内の北西宮にあって、東恩市からも見えたという大松が使用された。また、 境内の古い戸は干ばつにも枯れることがなく、この湧水を飲むと小宝に恵まれるとされ、女性に信仰されている。生命や高子内親王ご生誕の際には、皇室三馬より安山ご祈祷の依頼があり、神職が奉仕した。ありがとうございます。